マリード・ロアンは、フランスの貴族、シュブルーズ公爵夫人。フランスの17世紀前半における陰謀の中心として活躍した。マドモアゼルド・モンバゾンとも呼ばれたマリーは1600年、ブルターニュとアンジュに広大な領地を持つロアン家のエルキュールド・ロアンの娘として生まれた。1617年9月、ルイ13世の長身であり、 グラン・コンスタブルであったシャルル・ダルベール・ド・リュイヌと結婚した。ダルベールは非良心的な政治的陰謀のため、マリーに教養を習得させた。それにより、宮廷で国王たちの信頼を得ることになった。1618年12月、ルイ13世はマリーを王妃アンヌ・ドートリッシュの監督者と呼び、同年にアンリ・ド・モンモランシーを追放している。また、 マリーは王妃に対して強い影響力を持っていた。1620年代、彼女が長男ルイシャルルダルベールを出産すると、ルイ13世はその子の名付け親になっている。1621年、夫のルイヌ公がユグノーとの戦争で戦死。翌1622年4月21日、マリーはシュブルーズ公、クロード・ドロレーヌと再婚した。この再婚によって、 彼女は三人の娘を設けている。そのうち長女と三女は信仰心が深く、いずれも女子修道院長になっている。次女については、コンティコ・アルマンとの結婚することは失敗したものの、レスウキ教の愛人となり、フロンドの乱で重要な役割を果たした。シュブルーズ公爵夫人となったマリーは引き続き王妃の友人であり、副審であった。しかし、1622年に、 王妃の妊娠中に、ルーブル宮殿の廊下で若騒ぎを起こし、これが原因で王妃を流産させて宮廷から追放を受け、夫のシュブルーズ公爵は彼女を宮廷に戻すために、様々な工作をすることになった。シュブルーズ公爵夫人、19世紀の創造が、シュブルーズ公爵夫人は、宮廷での地位を取り戻すため、バッキンガム事件などを引き起こしている。この事件は、 マリーの愛人にして、リシュリューに対抗していた、イングランドの有力貴族、ホランド博、ヘンリー・リッチに働きかけていったものであり、1625年に、フランスを訪問した、イングランドのバッキンガム公、ジョージ・ビリアーズとの恋愛関係が疑われた王妃の、立場を危険にさらすこととなった。さらに、愛人であったシャレー博、アンリタ・タレイラン・ペーリー・ゴールと共に、 ルイ13世とその弟のオルレアンコーガストンの地位を入れ替える陰謀を企てた。その陰謀に連座して1626年10月19日、謝礼博は残首刑に処せられている。なお、シュブルーズ公爵夫人はこの時期ロレーヌに逃亡していて、その地でロレーヌ公シャルル4世と上皇関係を持ったとされているためか、ロレーヌ公は彼女がフランスに戻れるように便宜を図っている。 ディエゴ・ベラスケス作、王儀を持つキプ人は、シュブルーズ公爵夫人の肖像画とされる。もっとも他の現存する彼女の絵とは、その特徴が異なっている。シュブルーズ公爵夫人はフランスをめぐる外国の陰謀のすべてについて、その中心にいたとされる。ロレーヌ公国とスペインの交渉を担当した、シャトーヌフ公爵は共に陰謀を企わだてたが、結局彼女に代わって身を滅ぼした。 1637年、アンヌ・ド・ートリッシュがスペインと行っていた密書の存在が暴露されたとき、シュブルーズ公爵夫人はスペインに国外退去するよう命じられ、イングランド、最終的にはフランドルに行き着いている。さらに、1641年に、ソワソン・伯爵、ルイド・ドブルボンの陰謀にも加担。ルイ13世が崩御したとき、遺言により、 公爵夫人のフランス帰国を禁じる条項が作成されたものの、高等法院の決定により破棄された。リシュリューの死後、フランスに帰国したシュブルーズ公爵夫人は、1643年、再び党派を率いて、陰謀の中心となり最小マザランと敵対した。しかし、バンド道無効、セザール・ド・ブルボンが追放されると、シュブルーズ公爵夫人もまた逃亡を余儀なくされた。 フロンドの乱の際、彼女はマザランに接近したが、1651年に、フロンドの議会派及び貴族派が同盟を結んだ際、貴族派に転向した。1679年、シュブルーズ公爵夫人は、現在のセーヌサンド2県にある修道院で死去した。シュブルーズ公爵夫人の波乱に満ちた生涯は、物語作家にとって好まれるところとなった。アレクサンドル・デュマペールの 三十死や二十年後に彼女は登場し、作中では、重死の一人であるアトスと密通し、ラウルを設けている。このラウルは、後、ブラジュロンヌシ爵の主人公となった。ガエタードニゼッティの悲劇、マリアデロアンは、シュブルーズ公爵夫人とシャレへの陰謀を題材にしており、1843年6月5日に、ウィーンで初上演された。この作品は、 同年11月、パリでも上演されて、成功を収めている。その他、彼女を出演させる作品は何作か作られており、2002年には、ドクターフーの番組内で、彼女が扱われた。最初の夫、シャルル・ダルベール・ド・リヌとの間に一難を設けた。二度目の夫、シュブルーズ・コー、クロード・ドロレーヌとの間に三条を設けた。ありがとうございます。